危ない、レイコちゃん。トゥクトゥク事故の影響で分転してる。なぜか分転してしまった三之助。今の二人なんかいい感じじゃない。三之助を理系に戻すために。違うでしょ、素数でしょ素数。必死に努力をするレイコ。記憶本当はもう戻ってるんじゃないのか。そしてついに三之助の記憶が。おい、彩香、クリスマスはシンにする？ランドにする？たけしとならどっちでも。オッケー、じゃあ八景島シーパラダイスな。もうランドもシーも両方入ってる。こっちはもうクリスマスどころじゃなくなっちゃったよ。はい、イルミネーションが綺麗な場所とか。まあ私行ったことないんですけど。じゃあ今年は二人で。いや行きたいけど。いいね、行こうよレイコちゃん。え、たくさん木があって植木山がはかどりそう。今の最悪の状況を考えたら、あの日常がどんだけ幸せだったか。レイコ。あ、朝日。まだ自分のこと責めてんのか。なんであんなこと願っちゃったんだろう。このつまらない日常に新しい変化を。光った気がする。ねえ、三之助くん、今これ。危ない！レイコちゃん！そりゃ、恋は罪悪、ちゅうんやろ。夏目漱石はそう言ってたけど。軽井沢行って、熱海行って、連里屋やって、タイにまで行った。何の変化もなければ、そりゃ自暴自棄にもなるわ。三之助くん。ちょっとコンビニで酒でも買うてくるわ。よって上沼恵美子のモノマネでもしたら嫌なことも忘れるやろ。朝日、その、なんていうか。ん？ほんまありがとうございます。あ、まだよ、お前の上沼やめて。はぁ、恋は罪悪、ちゅうんやろ。軽井沢行って、熱海行って、連里屋やって、タイにまで行った。何の変化もなければ、そりゃ自暴自棄にもなるわ。はぁ、私のせいだ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 。なあ三之助、ちょっと聞きたいことあるんだけど、いいか。え？記憶本当はもう戻ってるんじゃないのか。なんでそう思うの。いや、さっきタイの気温と湿度を事細かに覚えてただろ。あとはどんな格好してたっけ。確かタイパンツを履いてたかな。すごく暑い日だったよね。朝は19度くらいしかなかったのに最高37度にまで上がって、湿度は 61%。 そう、確か暑すぎて腕まくりをしてた気がする。そんなのたまたま覚えてただけかもしれないじゃん。19度から37度まで上昇して 61%。 どれも珍しい2桁のキュバン素数だから。ああ、理系の人間にはすごく頭に残りやすかったのかもなーなんて。なるほど、さすがまこちゃん、全部お見通しだったんだね。当たり前だろ、何年友達やってると思ってんだ。いつから戻ってたの記憶。ここ3日くらいかな。リケダンディズムの店長さんからの押し売りがすごすぎて、それで思い出しちゃった。ああ、最近新作出してすっごい売り込んでるもんね。新作の理系トレーナーパーカーが4種類も。みんな概要欄からチェックしてね。それでも言い出せなかったのはなんか理由があるんだろ。俺、レイコちゃんにひどいことしてたみたいだ。え？分店して初めて気づいたんだ。レイコちゃんがこんなに楽しく笑ったり、好きなことについて熱中して喋ったり、俺、ずっと無理させてたんだなって。無理ってまた大げさな。どんなことさせてたの？品川から新大阪までノンストップ演習率しりとりさせたり。無理させすぎだろ。文系がやったら脳みそ破壊されちゃうよ。とにかくレイコちゃんに申し訳なくて、それだったらこのまま文系のふりして仲良くしてる方がいいかなって。文系のふりって言って、そんな簡単にできるもんなの？まあ、レイコちゃんの話についていくために、夜な夜な勉強してたから。え？演習っていうのは、演に忠誠の忠。いや、鎌倉幕府の奉行人、諏訪円忠氏のことかーい。レモンと言ったら、得体の知れない不吉な塊。梶井元次郎、レモンの冒頭。うる、うれ、えよ。あ行しも二段活用してただけ？まったく、結局似た者同士の二人じゃん。え、なんて？いや、なんでも。それで自分を偽って、レイコちゃんに接してたと。うん。それで、レイコちゃんは幸せになるのかな？え？だって、レイコちゃんはこの先ずっと偽りの三之助と接するってことだろ？自分の本性を見せてくれない相手ってなんか寂しくない？因数分解をしていない二次方程式のようでさ。確かに、早いところ X の中身を知りたいもんね。レイコちゃんだって、夏にあんだけ頑張ってたんだ。じゃあ冬は三之助、お前が頑張る番なんじゃないのか？頑張るっ
ってどうやって。そんなのは自分で考えろ。でも4ステップにもチャート式にも解放は載ってないぞ。それくらい恋愛ってのは解くのが難しいんだ。公式はないんだね。だからこそみんな熱中するんだよ。わかった、俺頑張るよ。おう、三之助なら大丈夫だ。にしてもまこっちゃん意外と恋愛に詳しいね。まあたくさん動画見て勉強してるからさ。何の動画？ AV の冒頭部分。またファンザから得た知識。てかそこ飛ばさずに見てる人いたの？未銭を削って月額会員だからな。三之助くん大変や。どうしたの朝日ちゃん。レイコがこれを置いていなくなった。どういうこと？迷惑かけてごめんね。私行ってくる。何これ、衣装？レイコちゃん、レイコちゃん